初夏に並ぶ審判、イスラーム百科事典の背表紙、イスラーム百科事典は、ヨーロッパ人東洋学者を中心に編纂された、イスラーム文明の地理、人々、歴史、宗教、文化などの包括的な近代的百科事典である。宗教としてのイスラームのみならず、文明としてのイスラームも合わせて詳細な記述を提供する。イスラーム、中東研究に欠かせない、信頼性ある。 参考図書である。旧版 EI1 と審判 EI2 があり、両版ともややアラブスンナ派中心的であるという欠点がある。欠点を補完したトルコ語版やイラン百科事典などが生み出されている。また2007年より第3版の刊行が始まった。イスラーム百科事典編纂の話が持ち上がったのは第9回国際東洋学者会議の席上である。 イギリスの東洋学者、ウィリアム・ロバートソン・スミスが、ムスリム諸国の歴史、地理、宗教、科学、芸術を執筆対象とするイスラームの百科辞典の編纂を提案したところ、参加者の賛同を得、12人の委員からなる準備委員会が成立した。辞典編纂という点では、スミスのアイデアは、完全に独創的な試みというわけではなく、 デルブロのビブリオテックオリエントレイをはじめ、当時のヨーロッパには、すでに、オリエントの人物や事物を、網羅的に記述した時点の先行例が存在した。しかしながら、19世紀末頃のヨーロッパにおける、イスラームに関連する人物や事物への興味、関心の高まりに応えられるものではなくなっていた。ところが、スミスは1894年に病没してしまった。 第10回東洋学者会議では、返済計画に全く進展がないことが明らかになり、ハンガリーの東洋学者、イグナーツ・ゴルト・チーエルがやむなく委員長を引き継ぐことになった。スミスは返産した辞典を、ケンブリッジで印刷、製本する構想を抱いていたかもしれないのであるが、亡くなった後になっては不明である。ゴルト・チーエルは、プロジェクトを引いていくことが難しいと考え、 オランダの東洋学者、ライデン大学のミハエルヤンでフ u を頼った。第11回東洋学者会議では、辞典をライデンで印刷することが決まり、これを受けてゴルト・チイエールは委員長を自ら辞任して、以前から彼が委員長に推挙していたデフーイ e に引き継がせた。編集者は、印刷が実行される国の居住者である方が、好ましいというのが辞任の理由の一つである。 ボルトチエ l は出版社ブリルと出版人ヘルツゾーンの技術的な協力のもとでこの時点でライデンに集まっていた原稿に基づいて小冊子を作成し第11回東洋学者会議で新しくメンバーが準備委員会の委員に配り公表を得た新しい準備委員会の委員長でフ・イエは、編集の実務にあたる編集長にマルティンテオドールハウツマを指名する ハウツマはこの辞典編纂プロジェクトがうまくいくはずがないと思っていた。デフーイエはハウツマがこのプロジェクトを実現困難にしているものが何かをよく理解しているからこそ指名した。1870年代頃からヨーロッパあるいはエジプトなどの現地でイスラームに関係する近代的定裁の辞典の出版が始まっていたが、それらは質。 両共に必ずしも満足できるものではなかった。そこで1890年代に包括的な百科事典の編纂の構想が始まり、1892年のロンドンにおける第9回国際東洋学者会議の席上 W ロバートソン・スミスの提唱で編纂委員会が設置されることとなった。1901年頃からミハエル・ヤンデ・フーイエを委員長に マルティン・テオドール・ハウツマをは編集長として作業が逐次、開始された。提案から出版に至るまで、手術の問題や財政難に見舞われたこともあったが、旧版は、ヨーロッパにおける、東洋学が頂点に達した1913年に、ライデンのブリル学術出版から刊行が始まっている。HAREVEE レビイコールプロバンサルラの石学が編纂に当たった。 各項目では可能な限り参考文献が提示され、レファレンスブックとしても有用な編集となっており、大項目となる項では、ほぼ研究論文並みの品質を持つ。英語、フランス語、ドイツ語版があり、英語版は4巻及びホイからなり、総計約5000ページ、見出し語約9000語に及び、イスラームに関する専門辞典として、確固たる地位を占めた。その後も、 新版の刊行が半世紀の長きにわたったため、新版の発刊が1990年代となったアルファベット後半部などは約50年間参照され続けた。一方で英語、ドイツ語、フランス語版に移動や質の差が生じるという問題も生じていた。最終的にドイツ語版の作品が刊行されたのは1941年であったが、 この頃には研究の劇的な進化、西アジア情勢の変化などがあり、すでに全体に古めかしい感は拭えないものとなっていた。また完全にヨーロッパで編集され、現地での研究などに目が行き届いていないことや、オリエンタリズム的偏りも少なくなかった。旧版には派生版がいくつかあり、宗教、法学などを中心に再編集、軽量化し2005年までに4冊を重ねる。 ショーターエンサイクロペディアオブイスラームが1954年に刊行されている。また重要なものに、第一版では著しく分量を書いた、トゥルク、トルコ関連の記事を独自に編集して大量に追加、イスタンブール大学を中心に編纂された、トルコ語版がある。他に、現地研究者の若干の解筆がなされた、非公式アラビア語版、および、 インド方面の記事を大幅に加えたパンジャーブ大学によるウルドゥー語版がある。また英語版は1987年に旧分冊でリプリントが出ている。それぞれについて口実の書誌も参照。1950年前後には旧版の観光開始から約40年が過ぎ研究の進化も著しいものであった。さらに第二次世界大戦後に中東世界は一変し、 独立国家軍の出現や中東戦争、石油の重要性の激増によって、近現代史を中心に、さらなる情報の充実した参考図書が求められるようになった。そこで旧版をベースとして、補足、訂正、さらに項目を追加して、審判の編纂が始まった。審判は、旧版同様、ブリル学術出版より、英仏語で、各官分冊形式で発行されているが、 第一巻第一文冊が刊行されたのが1954年である。その後1960年までに第一巻文がすべて刊行された。地図、図版を含み、旧版にもまして文献表の完備が目指されている。他に地理、文学、科学、美術の分野、及び地域的に中東以外の項目を大幅に増補している。また概念的な大項目などでは、 各地域各時代ごとに章を設けて、専門家が執筆しており非常に詳細である。全体の量も膨大であり、本館及び法位を合わせて全12巻、総計約2万ページ、見出し後1万4000語前後に及ぶ。その知識の海の圧倒的量により、ほとんど絶対的な評価を確立しているのである。観光には約半世紀を要し、 最終12巻の本位が発刊されたのが2004年のことである。膨大さゆえに、見出し語だけでは十分な検索が期待できないため、他に語彙作品などが3冊刊行されており、2006年初頭、現在、黒くなどのさらなる刊行が予定されている。また2002年に CD ロム版が反復、2003年以降オンライン版が運用されている。 イスラーム百科事典審判はしかしながら必ず参照されるという立場にあるために完璧さが期待され、かえって歌詞として指摘される点も少なくない。その中でも最大のものは旧版のアラブスンナ派中心的な編集方針とオリエンタリズム的偏りを引きずっているというものである。比較すれば旧版よりは大幅に改善しているとはえアラブの文化、 政治などそれぞれが非常に詳細であり、場合によっては煩雑と言えるほど詳細に記述される。一方、イランやトゥルク、トルコについては前イスラーム期の記述は著しく、少なく、イスラーム開交についても叙実は、アラブに比して、非常に少ない。イスラームについてもシーア派の処分派などについては、スンナ派ほど充実しているとは言えず、また、 キリスト教徒やユダヤ教徒への目配りも、中東中心部以外についてはかなり欠落している。さらに、中東以外のインド、東南アジア方面は、壊滅的で、シリアの地方都市、ヒムスについて地図付き6ページが裂かれるのに対し、現在のトルコの首都アンカラが3ページ、21世紀初頭現在、世界最大のムスリム人口を持つインドネシアの首都、ジャカルタに至っては、 半ページの記述で人口統計は1940年のものである。これは編集に交渉学的な考古趣味があるためではないかという批判を招いており、近現代よりも全近代を重視するために発生する課題よりであると言えよう。おそらくは審判も旧版のヨーロッパ的統洋学を受け継ぎ、ヨーロッパ人が中心となって編纂したものであり、 近現代についての社会科学を中心としたアメリカでの研究を限定的にしか受け入れることができなかったことが影響しているとも言える。アラブ中心的なあり方は見出し語の立て方に如実である。ヨーロッパ語による辞典ではあるが、ほとんどの項目がアラビア語で立てられる。例えば、百科辞典はエンサイクロペディアあるいはアンシークロピリではなく、アラビア語の転写も数 A で立てられる。 同様のものに、衣イ類イライベスなどがある。人名などについても近現代に至るまで、ほとんどがアラビア語で建てられ、トルコ語読みやペルシア語読みで建てられることは、例外的である。ラテンも自転車も独特で、ジームは、DJ、カーフは、で弾かなければならない。以上のような点で、アラビア語をそれなりに返さなければ、見出し語にたどり着くことは困難であり。 専門の研究者であっても戸惑うことが少なくない。このような傾向が、旧版トルコ語版での膨大なトルコ関連記事の挿入、あるいは、審判のイランでの翻訳作業から生まれることになる、イラン百科事典などを生み出す、直接の契機となっている。編集方針に関しては、非常に法人的で全体のスタイルに統一性が見られない。例えばある王朝の項目では、 君主別に見出しを立てるものもあれば、政治や文化などそれぞれで項目を立てて、時系列的には前後するものなど様々である。またその膨大な量ゆえに、見出し後の項目には記述されていないのに、関係項目で重要な記載があるなどの混乱も見られる。これはスタイルに関する問題以前に、編集の問題であり、項目の重要性とその分量に統一的な基準が、 設定されていないことによる。これに、戦術のような交渉学的考古趣味が混乱を助長しているとも言える。このような主事の問題点を含みつつも、図書館にまず完備されるべき、交換な参考図書との位置づけは全く揺らぐものではなく、専門研究者に多大な恩恵をもたらしている。審判出版後審判の記述を取り入れ残りを、旧版でカバーしている、類のもの。 ありがとうございます。